週の真ん中水曜日夜7時になりました。ユーストリーム初ロケ TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。私たち夢に向かってリフトアップ、蜂蜜ロケットです。今夜も8時まで8ロケにお付き合いください。サイン。それではタイトルコール、かのんちゃんお願いします。はい、じゃあみんなで行きましょう。蜂蜜ロケットの8時まで8ロケ。MV を3回見てきました。ハチロケの仕切りはお任せください。森アボと、はい、全国5000万人のハリマウスの皆さん、こんばんは。こんばんは。あなたのハートに爪痕を残す女こと、今週の MC 当番モリリンより20回多く朝 MV を見てきました、ハリマレーノです。よろしくお願いします。嘘くさい。できました。はい、今夜は事前に収録となるんですが、いつも通りノーカットでお送りしたいと思います。皆さんです。ご挨拶どうぞ。はい、おかしな私とはちみつの君の関連でできたシュガーフィーリングの関連で出てきた竹田彩奈さんと結城葵さんのラジオ番組をずっと見てました、みふーです。よろしくお願いします。すごい、ちょっと見てたのね。見てました。はい、ガヤ2番、塚本空です。ですね、PV はあれ、私一番最初に見たシーンがあります。よろしくお願いします。3番、雨宮かのんです。今日はミュージックビデオをこの寸前まで見てました。おお、意識が高い。はい、ガヤ4番かな、4番、君のマイカです。ミュージックビデオは私は、なんだろうな、ずっと見てた君のなんだ見てました。はい、ガヤ5番、花山志郎です。MV を見ながらパクチーを初めて食べました。食べれた、一応すごい。29歳。うるさいわ、うるさいわ。はい、ということで、さあ、昨日はちみつロケット黄金の7人の MV が解禁されました。そして昨日ね、なんと、はい、あのライブ B の、あの放送日でもあったんですけど、皆さん見てくれましたか。見ました。見ましたって、ありがとうございます。とても素敵な私たちらしい MV になっているんですけれども、はい、もう見たよって方も、これから見ますよっていう方にもより楽しんでいただけるように、はちみつロケット黄金の7人の見どころを、解説していきたい、いろいろ解説していきたいと思います。はい、メンバー7人がね、それぞれ独自に選んだ名シーンを今から順番に発表します。発表するのは自分の出演シーンと自分以外の出演シーンの2つになります。おお、ハリマレーナのシーンを選んでくれてありがとうございました。出てた、え、いたっけ。いたっけ。なんかさ、少なすぎてもね、合計してみようか。じゃあ出したらもう終わってるみたいな。いや、まあ、ちょっと多分ちょいちょいね、気にしてるところもあるんでね。とにかくこれを聞けば、はちみつロケット黄金のシーンの MV が10倍楽しく見れちゃうこと間違いなしです。はい、さあ、それでは見どころをね、ちょっと解説していきたいと思うんですけど、誰から行きますか。やっぱ29歳いっちゃう。いっちゃいます。じゃあ29歳。じゃあ大人の魅力、うん、大人の魅力。じゃあ、で早速いきますよ。はい、まあ、個人的な自分の見どころをまず発表します。はい、ね、せーの、じゃん、ニサビ前のウィンク。あ、みんな見ましたか。これはもうすごくないですか。だって自分のパートじゃないのにウィンクがちょっと使われるって。あ、でもね、ごめんね、でもごめんね、誰のパートでもないから、そこは。いや、だけどさ、だからこそすごくない。ハリマさん、でもなんか圧が、ね、絶対ウィンクしてさ、絶対ここ使ってくれみたいな顔してるんですよ。でもその後にモリリンがかき消すかのように、そう、かき消されると、こうやってちょっと顔されると、お前のウィンクにはダメだって。じゃあさ、そこやってよ。いいよ、じゃあイエローエモーションから歌おう。スローモーションウィンク。そうだよ、ちょっと待って、それで可愛いだから、結構難易度だから。じゃあ言えない、せーの、イエローエモーション。ここで蹴飛ばされてるんです。はい、というわけで自分のところは自分の魅力はね、自分以外他のもあるんですよ。やっぱりここじゃないですか。じゃん、イントロのかのんちゃんのぎこちない走り。あ、みんな見ましたか。これエピソードあるんですよ。そう、あるんですよ。あのかのんちゃんが一生懸命走ってたんですけど、それをあの気にならなかったんです、私が。別の部屋では私とあの塚本さんがですね、モニタリングモニタリングですね、モニターチェックしてたんですよ、かのんちゃんの。やっぱね、
マネージャーで、ね、なんか走り方かわいこぶってそう走り方がかわいこぶってなんかこんなんだってそうそう私がダメだそんなんじゃないでしょって言ったんですもっとちゃんと走れるでしょって、うん、それでもう一回走らされたらいやさっきの方が良かったって感じだったスタッフさんに言われたすごい申し訳ない気持ちそう無駄な注意をしてしまったすごいこちらのせいでね、でも本当になんかやばかったえでも普段の走り方めっちゃいかついよ本当に見てほしいだからちょっと私はびっくりしたこれで走ってきたからワンちゃんなりに頑張ったんですねだって全力で走るなって言われたからあなるほどちょっと絵的に可愛くいやでも可愛い、うん、可愛かったちょっと可愛かったごめんなさいそうですねそこに注目してみてほしいねありがとうございますありがとうございましたお次はそんなかのんちゃんいっちゃいますかはいそんな走り方がブリってるブリってるはいはい1個目がですねリップシーンですね自分のですねこれは自分のなんかリップシーン私たちこっちの曲の方が初めてだったんですよあのリップシーンってあれですよねあの1人ずつあのアップになってキラキラしてるシーンがあの1人ずつリップシーンですけど、ね、そこが1人ずつ初めて撮ったんですよで私もう朝一の一番最初だったんですけど、はい、あそこはマジで一番可愛いと思って可愛 い、うん、可愛いそれはさやっぱハリバとかと比べちゃうとやっぱさあのさ誰も比べようって言ってないからねまだ比べようって言ってないからすごいあ、すごいすごいあ、そう、でも私 あの他人のやつは、はい、アウトロのハリマのウィンクおー出ましたしてたのしてますえ、違う、これがマジでなんかさっき私ハリマから教えてもらってこれ書いたんだけどかけて言われたそう、かけて言われたでも、なんかさ、だってさしほちゃんのウィンクはなんか言わずもかもなんかさ、なんか主張が激しいじゃんちゃんとね、ハリマがあるそうそうそうハリマのウィンクはマジでさりげないから本当に見てほしいしかもなんか、4人の中の1人みたいな感じだよねわかりにくいのやっぱりあの、ちょっとおしとやか系のウィンクやってみましたそうでもなかったです注目してくださいありがとうございますありがとうございましたじゃあ次はそんなウィンクの可愛いハリマレーナが発表したいと思いますイエーイ自分の名シーンはこちらえサビで映り込むハリマお詳しく教えてこれはですねあのサビの位置が、うん、カノンちゃんの隣なんです私おそうだねはいそれなのであのまあ大体カメラはカノンちゃん追うじゃないですかそれに無理やり映り込んでるんですかるだから大体サビ私映ってるんですよ分かる分かるえでも私はしほちゃんなんて一番遠いからほんとほぼ思いつつもう全然映ってないですこれラッキーラッキーそう自分のソロのリップシーンよりも多分サビの方が映ってるっていうレベルで本当に映ってます私なんかそう上手と下手で撮るやつもあってその時に上手と下手の人たちがめっちゃ頑張ってんのもう私はもう映り込んでるからそんな頑張るとかしてないからでもやっぱピントはやっぱ彼女に合ってるじゃないそこ、まあ、それはねちょっとボケてた方が可愛いもんねそう、うん、そう大きいから顔大丈夫ですはいということでまあね自分のなんですけどまあ仕方なく他人のも言いたいと思います仕方なくこちら、はい設計図を広げるところあーはいなんかどっかの歌のところで設計図を広げるところがあるんですよ広げそうだな誰が広げるんですか君のマイカの手が広げてるんですねあのはっきり言って顔映ってないんです誰もあの手がこう広げてるんですねでカノンあれね失敗したバージョンなんだよねそうあの向こう側にカノンちゃんが待っててくれて私がシャーってやったのを受け止めてくれるの、うんうん、それをカノンちゃんが頑張って引っ張ってちょっと失敗してるなそう失敗してる愛嬌だよねね可愛いもんねそうそこがちょっと失敗してるところが可愛いなと思ってでもさやっぱさあの顔が映ってないっていうところを言うのがやっぱ悪意だよねそうですね悪意だよね他の顔映ってる場所は可愛くない本当に怖いねこの人以上ハリマレーナでしたそんな手しか映ってなかったみちゃんにする次、はい、そうですね怖いこっちは目が見えてない怖い怖い、ね、ちょっとね阿佐ヶ谷姉妹さんが映り込んでるんだけどちょくちょくやめてくださいやめてくださいはい、キミノの名シーンね名シーンはじゃじゃん、ここはキミノだけじゃないんですけど、はい、1サビ前のはっちゃけが真骨頂のわちゃわちゃ感あ3人そうキミノとハリマとしほちゃんの3人でここ1サビ前でやってるんですよイエーイってその時のなんかすごい元気なわちゃわちゃ感がキミノは好きです確かにおーありがとうございますなんか見てほしいなわちゃわちゃ多いよねこの映像そうそう楽しんでるコピアだったコピアぐるぐるのさああいうのとかもあれなんだよね打ち合わせとかしてるんじゃなくてそうそう自由にその場でやってるやつなんですよやっぱ八ロケ感が出ていいなって思いますイエーイ
そして、はい、他人のシーンはどうでしょう。はい、他人のシーン、他人のシーン、他人のシーン。はい、ここのみんななんですけど、はい、みんなであの屋上にロケットを持って走ってるところ、あなんかザ青春って感じじゃない？そうですね。でなんかロケットの部分持ってる人はいいんだけど、後ろでさなんかエンジンとかなんかすごい私とあのハリマとキミちゃんが、はい、あの部品持ってる、よくわかんない部品を持ちながらこれ走ってね、じわじわくる、ね、自分も何の部品持ってるか。でもあのロケットね、あの本物のロケットだよ。本物の大学の人のね、そう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 、賞でもらった人、ちなみにその人が君の推しなんですよ。君の推しなんです。ありがとうございます。聞いてないから大丈夫だから、今君の推しさ聞いないで。はい、ありがとうございます。そういうのいらないんで、ちょっと私行こうかな。はい、どうぞ。じゃあまず自分っていうか、まあ自分らです。はい、自分らのところ、じゃん。かのんちゃんのソロの歌ってない二人、うん、君の森の顔。あーあー、どこでしたっけ。あのかのんちゃんのいいところの、うん、あの落ち旅っていうんですね、うんうん、のあのソロがあるんですけど、その時にあの私と君ちゃんとかのんちゃんで、うん、3人であのベッドの上でなんか歌ってるみたいなシーンがあったんですけど、その時のうちらの顔がどうしていいか分かんなくて、なんかおしとやかを演じてます。めっちゃなんか目線ちょっと外したいとか、なんかもうこんなんでも本当にあれ私寝転がったんですけど、私だけ本当にあの体勢が辛すぎて一回死ぬかと思いました。でもやっぱ頑張ったので、ちょっとここは見てほしいなって思います。そして、はい、他人の、まあ、ね、の紹介したくないんですけど、なんでやねん、あれ他人の紹介しますね、うん、はい、かのんちゃんとハリマの2人のシーンのハリマの顔。おー、あれですね、かの多分ハリマが寝てて、かのんちゃんがポンポンって起こすみたいなシーンがあるんですよ。そうですね、ちょっと早めの一番ぐらいのね、はい、あれの時のハリマの顔が、はい、すっごい可愛こぶってて、すっごいドヤ顔ですっごいムカつくんですよ。いや大変だったんですよね。そう、なんかあのシーンが一番推したんですよ。そう、ジャケットで、その理由がハリマの寝顔が可愛くないで使われないっていう。使われないよね。最初このぐらいのカメラの距離で撮られて、すごい近い距離で、それが映るかなと思ったら結構遠い距離から撮ってたらしかった。そうね、その時の顔がなんかちょっとやって、なんか瞬きがなんかメドックみたいな。そうで、ポンポンってやられた。なんか寝てるか全然なかったよね。こういうなんかいや、ちゃんこういう顔してるんですよ。ラップのシーンは夢の中でハリマが起きて寝落ち、なんだっけ、寝落ちじゃないわ、うん、ね、なんか、ね、夢だったみたいな感じ。夢落ちそう、それがちょっとムカつくんで、うん、まあ見ていただけたらいいと思います。ちょっとやってもらっていいですか。じゃあ私がお子さんも助けないと、ね、じゃあ使われなかった眠ってるシーンからいいよ。じゃあ、はい、よーい、はい、ハリマ、ハリマ本当にムカつく。一回カメラ見るんですね。じゃあこれあの困った時とかなんか LINE のスタンプの代わりに使っていただけたらいいですか。そうですね、今のちょっと褒めていただいて、はい、困った時。じゃあそんなあれ誰ですかね、発表しない。あ、私は発表してない。そんなみゆちゃん行こう。はい、そんなみゆちゃんです。私が発表するのはじゃじゃん、更新機。そう、最初の方とかでね、私更新機使ってるんですよ。宇宙と更新してるんです。で、これ本当に初めて使いますって知った時に本当にびっくりして、これ手作りなんですよ。作っていただいたやつで、こうやってかざしてる間とかもずっと本気であの宇宙と交信してるんで、ぜひぜひ皆さんも画面越しにみふちゃんが交信してるその内容を頑張って受信してください。お願いします。本当にあんな触ったことないからね。そう、びっくりした。あ、そうそう、宇宙語みたいな。なんかみふちゃんなんかね、役に入り込むタイプなの。だからすっごいなんか別に、うん、あの声って入ってないじゃないですか、ミュージックでやって。だから別に違う話してもでもいいのに、その役に入り込んで、ここのちょっと設計違うと思う。そうなんか そうですね、宇宙人に言われた気がしたんです。更新してみますか。 OK。 あ、大丈夫かな、天井あるけど。ここハメちゃん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 
ラップです。そう、全員のね見どころはラップだと思ってます。ラップね。はい、で2つ見どころがあって、1つは部室。私ずっと部室がすごいって言ってるんですけど、あの、そう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 、ラップの時ってみんなが一列になってて机がどかされてる状態だからすごい見やすいんですよ。だからぜひぜひ一時停止をして後ろがどうなってるのかなっていうのを見てほしい。で、そう、もう一つはメンバー、メンバーで、ここのラップの MV の振りって今あのライブでやってる振りと違う振りなんですよ。そうで、みんなが歌ってる人が必ず前にね出てくるようになってるので、そう、面白いんですよ、そこの振りも。可愛いよね、なんかピョコピョコピョコ。そう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 。でもなんか、あの、私が飛ばされるとこがちゃっかり、あの、映ってた。後ろがしほちゃんなんだけど、しほちゃんがこうやって、しほちゃん、たくまで見てる。あー、やってる。ガチャガチャ出てましたね。ガチャガチャ出てましたけど、大丈夫ですか？しっかり準備しなきゃなって。心のコンパスだから。以上です。ありがとうございました。ラップはね、なんか八ロケの良さが大変出て、ね、いい感じでしたか ね、 ね、はい、それぞれいろいろな忘れてました。忘れてました。忘れてました。あ、ごめん。じゃあなんか忘れられてんのかなって思いましたけど本当に忘れてるとは思わなかった。八ロケットでしたっけ。ねえ、あれおかしいぞ。じゃあ、そうやってしょうがない。ごめんね。ごめんね。でもね、ほんとリアルに忘れてた。ねえねえ、バカ。忘れてます。はい。お願いします。います。まず私の見どころですね。じゃじゃん。モリアオバの隣にいるところは大抵可愛い。この感じです。なんか私がブスみたいになってる。え、じゃじゃ、そういう意味じゃないんだけど、あの、この PV ではよくモリリンと一緒に写ってる部分があるんですよ。例えば、なんだろう、ロケット部にいるときに、なんだろう、そう、部室のロケット部でモリリンと一緒に抜かれることがあって、その時が大体可愛いんです。私の自分のリップシーンより可愛いんです、そっちの方が。なのでぜひこのモリアーバの隣にいる塚本空をスクショして拡散していただければと思います。さーい、じゃらーん。可愛いが伝染してるの。そうかも、私の可愛いが多分映ってんだよ。あネクスト。まあ、はい、ポンポンいきますよ。はい、次、君のマイカのリップシーンの困り顔。これさっきリップシーンって言ったんですけど、その顔がアップになる、まあ、こんな感じになる時ですね。あの、その時の君ちゃんの顔が全部困り顔なんです。全部困り顔。そう、全部困り顔で歌ってて、でもそれがまたね、いい味出して可愛いので、そこに注目していただければと思います。よろしくお願いします。あれ結構いい感じだよ、困り顔。確かに、空の困り顔やってもね、ね、うん、可愛くなった。あれ、しほちゃんの困り顔も私好きよ。確かに。大丈夫です、29歳は大丈夫です。じゃあ今ちょっと君ちゃんの困り顔ちょっと見てみたいですね、みんな。うん、見たい。で、空ちゃんがどかない。え、どこで困り顔してたっけ。全部困り顔だったんだよね、ほんとに。天津ダンマンからちょっとリップシーンやってもらえますか。じゃあ、いっせーのせ、天津ダンマンロケ大川先生小セブン。あ、よかった。自分で吐ける。大丈夫大丈夫、さっきのみゆちゃんよりはきつくなかった。みんなどんどん後ろに出てきちゃった。まあね、それぞれいろいろな解説が出揃いました。皆さん自身の見どころを見つけて私たちに、ね、教えてくれたらすごく嬉しいです。はい、この週末にもリリースイベントがありますので、ぜひ私たちに会いに来て直接教えてください。さーい、私あなたに会えるの楽しみにしてるね。あれ、ちょっとふーとかないの。ねえ、ふー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 、熱いふーふー。普通だったらさ、もう滑らないところで。さあ、そんなリリースイベントの情報もたくさんの告知コーナーです。今週の告知等はしほちゃんお願いします。はい、はじめましほがはちみつロケットの魅力をたっぷりお伝えしちゃいたいと思います。じゃん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 。まずはこの前から始まる。あ、でかいね、思った。ごめん、私の顔が大きいのかな。大きいのかな。まずは、待って、どうしよう。まずはね、この前開設されたはちロケ養蜂情報センターについてです。まずこれはですね、無料なんですよ。無料、無料です。そう、無料、無料でね、はちみつロケットの最新の情報がね、じゃんじゃかじゃんじゃか届いちゃうんですよ。皆さん、もう登録してくれましたか。してくれた、まだって方。あ、メンバーした、私もした、自分を締めんだもん。でですね、これまだの方、
これから登録しようかなって考えてる方いると思うんですけど、はい、これはですね、無料だし簡単だし何よりもスペシャルな動画が届いちゃいます。そうなんですよ。そうなんですよ。この前モリリンがね、告白女子っていう動画をお届けしたんですよ、うん、第一弾で、うん、ラブレターとともに、うん、ラブレターとともにねなんでだと思うんですよ。だからね、これはね、登録しないのはダメだと思うんです。で、これはね、だんだんとあのしおちゃんのパターンだったり、そらちゃんのパターンだったり、半分お前は何なんだいろんなバージョンも出てくると思うので、皆さんこれを機にぜひ登録をよろしくお願いします。お願いします。ここで QR コードと花山志保のスクショタイム。お、取れた取れた。ソラちゃん BGM でいいよ。ちゃんちゃんちゃらちゃん、エンドーイヨーできたかな。スクショ取れた。取れたね。オッケー。告白女子はね、これからも続けていくと思うので、皆さん、うん、SNS などで拡散してぜひ登録よろしくお願いします。お願いします。でも、ね、今回はバレンタインそうだから、これテーマが変わってくるからね。そうだよ、春とか夏とか秋とか冬とかあるかもしれないから、そうざっくりやあると思うんで、皆さんぜひお願いします。そしてですね、このね、このはちみつロケットはリリースイベントもたくさんやってるんですよ。おお、そうです。まずこのモリリンが作ってくれたハチドキカレンダー、イエーイ。まず直近が今週の土曜日2月24日ですね、はい、そうですね、愛知県名古屋市 CBC ホール。おーイエーイ。名古屋ですよ、皆さん。もうここではたくさん食べちゃいますね、私食べるかデラウミアですよ、デラウミア。そうで、続いての25日は東京都武蔵村山市です。名古屋でまん丸くなった花山が見れます。最高だな。最高。みんなで丸いって言おうぜ、言わないで言わないで。続いてもう次は3月になっちゃいます。ほら、早いですね。早いですね。3月はたくさんありますよ。3月だって、ね、3月7日にリリースなんで、まず3月3日、ここは尼崎キューズモール兵庫県です。イエーイ。初兵庫ですよ。嬉しい。兵庫。また兵庫始まりますね。違いますね。続いて4日はテレビ大阪さんのイベントがあります。おお。これはですね、万博記念公園、広場、東広場にて行われるんですけど、フレンドリームがテーマ曲になってるんですよ。すごい。だからね、大阪の方にフレンドリームをたくさん知ってもらえる。知ってもらえてると思うので、さらに他の曲も知ってもらって、そしてハチロキを好きになってもらいたいと思います。これなんか食べ物がたくさんあるの？そうなの？でもね、楽しそうなイベントだった。とにかくなんかごめんなさい、全部食べ物に行ってハチロキらしい。ハチロキ、そう、めっちゃ楽しい。そう、でもね、その後にはあの HMV 三宮さんにてリリーイベもさせていただくので、そちらの方もぜひ回してぜひ来てください。はい。そして次は3月6日ですね。もうこっからはもう毎日あります、リリース週なんで、うん、まず東京のラクーア、そして7日渋谷マルイ、8日はマーキー祭、9日も何かしらあります。で、10日はララポート豊洲で、11日、ラストはダイバーシティです。イエーイ。もうたくさんリリーベがあるんでね、あの、ね、MV をたくさん見て、それで振り付けを覚えて、ね、たくさんハチロケを好きになってもらえたらいいなって思います。思います。はい、ハチロケのホームページもね、ブログも Twitter も Instagram も開設されてるので、そちらの方もぜひチェックお願いします。お願いします、はい、お願いします。皆さんに会えるのを楽しみにしてます。以上、花山翔の告知タイムでした。イエーイ。翔ちゃん、ありがとうございました。みんなに会える機会がたくさんあって嬉しいです。ぜひぜひ遊びに来てください。さい、お待ちしていまーす。はい、今週も私から提案があります。おお、なんだ。はちみつロケット黄金の7人の MV も公開されて、リリーベもたくさんあって、これがね、みんなで踊れたら絶対楽しいし盛り上がると思うんですよ。確かに。なので今週も振り付け講座をしたいと思います。いいですね。じゃあ今回ははちみつロケット黄金の7人編ということで、はい、メンバー一人ずつ覚えてもらいたい振りをね、ちょっと発表していきたいと思います。はい、はい、じゃあちょっと言い出しっぺのみふちゃんから行こう。お、わかりました。私はですね、はい、2番のサビの部分です。2番で、瞬間判断大破壊
ていう歌詞があるんですよ。2回目、2番で2回出てくるんですけど、1回目は両方指はこれで瞬間判断大破壊で下にあるんですよ。そう見えないんだけど、そうライブでは見れるから。でこうジャッてやるところが何か召喚してるみたいに見えて、私的にすごい好きなんですよ。おすすめです。引きでやってみるじゃん。そうですね、ここら辺の方がちょっと見えないですね。見えなかったね。そうだね。はい、いきますよ。瞬間判断大破壊。そうですよ。ペイの指です。これをみんな全員にやられるとちょっと周りの人と伝わっちゃうからね。指とかこうやって指出してくれてるだけでもいい。これが大事です。なんか私のイメージはね、この辺ね、水属性のイメージなの。なるほどね。水属性。なるほどなるほど。なんか分かる。分かんない。分かんない。水っぽい。分かんない。オーケー。はい、ごめんなさい。じゃあ次行ってみよう。はい、バイバイ。はい、はい、いいよ。アブは、ラップシーンが終わった最後に、マンジポーズをやってるんですね。はい。で、ちょっと、じゃあ、ちょっと実践してみよう。ちょっと、2人でやってるところとかも。なんか、ハチロケスタイル、マンジ最高って言ってるんですけど、2人組のところは、忠実に再現されてるんですよ。この2人が。この2人は、すごい忠実にマンジオポーズを。あ、マンジーマート、あ、フレームやってるかな。私の足がほとんど映ってる。そう。でも足も含めてマンジ。そうですね。そう、マンジなんですけど、これはやっぱ2人組でしかできないじゃないですか。確かに。だから皆さんは私の真似をしてほしいんですよ。お、よしよしよし。はけろ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 。マンジはけ。マンジ。はい。簡単。はい。よろしくお願いします。よろしく。よろしく。せーの、はいでいこう。よ、せーの。じゃあ、歌って。We are。あ、そうだね。We are ハチロケスタイル。マンジ最高。これ向きが大事だから。そう、ちゃんとカツカツしないとバンジに見えないからね。そう、ね、みんなでやればきっと強そうに見える。簡単だから、こうやってやるだけで、すごい一体感が生まれる。やっぱバンジやっぱね、今最近流行ってるから、みんなも流行りに乗ってバンジやろう。乗ってこ乗ってこ。一人でやるもよし、二人でやるもよし。そうね、たくさん。じゃあ始まりってみる。はい、それでは私の振り付け講座、イエーイ。私は、ラップがあるんですけど、ハリマレーナのソロのところで、皆さん 3B の曲で夏花火っていう曲があるんですけど、パーンって飛ぶじゃないですか。ね、はい、それと同じような感じで、私もちょっと行きます。お、結構今日はフレームアップですね。そうですね。行きます。ちょっとあんまり飛ばないね。飛び出して真っ赤ってやるんですね。飛び出して真っ赤ってやるから、フレームアウトしない女だから私。すごい黒意識だよね。黒意識高いんで。意識高かったけど顔が前に出た。真っ赤っていうのがあって、飛び出してでみんな飛んでほしいんです。推しとか関係なく飛んでほしいんです。オッケー。めっちゃ今ね、全力で飛んでないから、その時の顔がめっちゃ面白い。おばあちゃんみたいな。もうフレームアウトしないかがずっかね。やっぱ張り回しを飛んでほしいね。張り回しじゃなくて、張り回しじゃなくても飛んで、はい、5000万人も飛んでほしいし、違う人もね飛んでほしいです。よろしくお願いします。それ最後なんだろう。お願いします。デクレッシェンド。ちょっと可愛く言ってみようかな。じゃあ翔ちゃん、はい、私行きます。私はですね、なんか振り付けっていうか、知ってほしいことなんですけど、なんか何でしたっけ、今日サビが終わりにみんなそれぞれのポーズをするんですよ。はい、1人ずつ違うポーズで、そのポーズが3回ほどサビ終わりに毎回出てくるんですよ。だからそのポーズを把握したいから、みんな1列並んで。はい、はい、お、フリーポーズ。フリーポーズ。焦ってるよ。あの位置で。じゃあ、はいよ。どこだ、何のポーズしてるっけ。君ちゃんこういうのよ。映ってますか。あ、映ってます。私もいいよ。じゃあ小さめで。こういう、いっせーのせ。はい、待って、私こっちだわ。多分ね、史上最強に私が簡単だと思う。ね、こうやってね、やる猫だから。ちゃんちゃんちゃんロケットスター。はいはい、せーの、はい、せーの、はい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 。これで、はいはいはいってやってくれれば。そう、推しのポーズでいいんで。しおちゃんだったらこうやってやればいい。そう、私のみんなできると思う。どうすればいいの。はい、だったらこうして、こうね。
関係ねえ。じゃあ、しおちゃん、私だから。私はですね、ロケットスター、はい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 、一番可愛いポーズなんです。なるほどね。じゃあ、続いてもモリリン。じゃあ、私行くね。ロケットスター、はい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 、感じですね。はい、私行きます。はい、ロケットスター、せーの、はい、あー、かわいい、かわいい、かわいい、簡単。じゃあ次は私、はい、選手行こう。はい、ロケットスター、せーの、はい、かわいい。でもこれね、間違えて隣の人ガーンって殴らないように気をつけて。おー、なるほど、気をつけて。じゃあ、キミちゃん行きましょう。ロケットスター、せーの、はい。はいはいはい。似てない？あの君はね、たまにさ、空が間違った。間違えた。同じ振りやな。こっちこっちから。もしこっちの左の手が外側。やりにくい方だよね。やりにくい方。君ちゃんはこっちね。モンキーの方。こっちモンキーの方。なるね。じゃあ君ちゃんは？はい。ロケットスター、せーの、はい。ポーズです。やる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 。私はあの2サビ前にダララララララっていう音楽が入るんですよ、うん、あの2番のねサビの前に、うん、その時にカノンちゃんとキミちゃんとモリリンがあーどこいしょって感じでこうやってやってるんですね。ダラララララララって、そう、そこを皆さんにやってほしいんですよ。私たちすごいやりたいんですけど。そう、やりたかったよね。やりたくてこの前やっちゃったんです。これ間違えてやった人、これやっちゃったの。そう、やりたくて、で、うん、それをやりたいので、私たちの代わりに皆さんがああじゃあなんか言わなくていいけど、じゃあかわいい。そうそう、このダラララララをみんなで一緒にやってほしいです。はい、うん、あ、いいね、すごいいいと思う。いいっすね、うん、ダメださっきのめっちゃつぼってるやん。じゃあ次は誰？さあ、じゃあ、はい、はい、のんちゃん、はい、のんちゃん行きます。私はあのラップの最後らへん、ちょっとハリマから教わったんですけどあの We are 八ロケスタイルの時に八ロケポーズをやるんですよ。あ、 そうです。そこをめっちゃ早いんですけど、これやってほしい。やってみる。じゃあ、はい、いっせーのーせ、 We are 八ロケスタイル。八ロケスタイル超早いから、からがマンチだから、みんな忘れないで。そうだよ。その後にマンチ最高ってきますね。そう、アウトロ、あ、ごめんなさいすごい厳しい。そう、マンチポーズ厳しいです。アウトロもあるから、はい、あの八六ポーズは一緒にやってください。ね、おー、いいね。お願いします。じゃあ君の行きます。はい。カノンちゃんと似てるんですけど、君のはサビのところのあの君とのところだって。はい。君と僕がね。君と僕がね。君と。え、なんか笑われる。だね。ロケットさん。そう。ここのロケ。で八ロケポーズをやってるので、はい、あのこっちはあの楽なちょっとゆっくりバージョンなんですよ。ね、そうだからあのこれを一緒にやってくれたら嬉しいです。そう、ね、はい、そう、二サビはカード役用だから。そう、一サビとラサビ、うん、かな。最初と最後のサビ。なので一緒にやってください。お願いします。お願いします。じゃあちょっとおさらいしてみます。おさらい。じゃあま歌ってやってみますか。そうだね。最初のとどこだっけ。最初だ。7人もいるとやっぱ忘れちゃうからやっぱ。私のポーズじゃない？最初。さあ最初しおちゃんから。これもこれも。あ、これもか。そうだね。じゃあ君ちゃんが。じゃあ君ちゃんが。曲の最初から順を追っておさらいしていきます。はい。夢見てたステージへ幕開け、同時にロケットスター。ハリマネハリマレーナのソロから。じゃあちょっと何なら最初から歌っちゃう。そうですね、一列。あ、そう、一列。じゃあリブバージョンでやる。リブバージョン燃えてるから。同じだか
大丈夫。ハリマ、いつも。じゃあ、行きますよ。いっせーの。オーマイガー、ちょっと聞いて、心は散々。毎日毎風天のんじゃん。心のコンパスさしてるミライエと。風作前たくましい仲間と。しっちーに、乙女侍、真剣でサイコン。強く明るく可愛く。トッピー出せ、マコン。ミーアー、はじめスタイル、マイセイコン。モリリン、あ、マジ。何なの？絶対違うよね。もう一回、もう一回。じゃあ、もう一回。もう一回。秘密ロケットの前の最初からもう吐きよ、みんな。吐きよ、みんな。そういうのあって、それは。はい、行きますよ。あ、私から行きますね。どこどこだ。いきまーす。飛び出して、マッコン。ビー、アー、ハチロケスタイル。マッサイコー。まだ2番のサビのこの後に来るサビのところのじゃあちょっとみんなで、はい、じゃあ今日今回がぐるぐるしよう、はいはい、そうね。じゃあぐるぐる隊長だから私ぐるぐる隊長じゃあイエローエモーションから歌ったら分かりやすいんじゃないですか、ね、そういうことね、ごめん。じゃあ一斉のイエローエモーション、せーの、ぐる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 有言実行ゴーゴーゴー、そう、こけつの雪、このぐるぐるマジ命かけてるから、そう、命かけてるよ、やりたくなっちゃうね、やりたいよ、選ばれし3人だから、そうそうだ、選ばれし3人だから、そう、選ばれし3人、やっぱ可愛い方の3人だよ、やっぱり可愛い、可愛い方の3人、待って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 、他はバラエティ担当なんて言わせねえぞ、そうだはい、ということでね、このね、ノリノリな振りがいっぱいあると思うので、はい、MV を見ながら覚えてくれたらとても嬉しいです。リリースイベントで一緒に盛り上がりましょう、イエーイ。はい、ちなみに先週はおかしな私とはちみつの君の、振り付け講座もやりました、そちらもぜひ皆さんと一緒に踊りたいので、ハチハチドンのアーカイブをご覧ください。さーい、約束だよ。え、ちょっとこれ喋ってないんで、そんなさ、ハリマみたいな、何一人でカメラに向かって喋ってんの。え、全然可愛くないし、ちょっと本物見せてやんなよ、本物が見たい、あれ、見せてやんなよ、偽物は黙れあれ黙れリリースイベントに来て一緒にやろうね、約束だよ。あー、可愛い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 、そんなね、破壊力もすげー抜群なハリマ、めっちゃ怖い、こっち見たかも、そんなね、破壊力も怖かった、はい、まあ、ということで振り付け講座も終わったところで、続いてはハチロケのダンスクイであるあのコーナーに参りましょう。お、はい、君のマイカの目指せチキピン無茶ぶりピンク、イエーイ、はい、このコーナーはあのアーリンさんのような完璧なアイドルになるため、あらゆる無茶ぶりに可愛く対応していくっていう、あのこの手でチキピンの座をつかもうというコーナーになっております。お、いいですね。はい、キミちゃんがチキピンにふさわしいかどうか、ふさわしい無茶ぶり対応したかどうかは私たちハチロケメンバーが判定します。6人中4人がクリアという判定を出せば成功ということで、キミちゃんにはね、推しを増やすための可愛さ存分にアピールできるタイムが30秒与えられます。イエーイ、30秒大事です、ね、はい、30秒大事なんで、皆さんここはね、厳しめに判定お願いします。そうなんです、やっぱり、ね、はい、厳しめにいかないと、だってこんなね可愛い企画を与えてねもらって本当に私は羨ましいと思うんですよ。私だってね企画が欲しいんですよ。だからカナちゃんと抱き合わせでいいんで企画をね回してもらっちゃう。マジじゃないの、マジないで、ね、いや、マジないちゃんとやさ、ちゃんとさやってからさ、そういうこと、そう、もうちょっと効き目のありそうなものめっちゃ責められてる。いや、なんもいい感じないのよはい、それでは今回のお題はジャキさんからいただきました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。マイカちゃんに可愛いムンクの叫びか可愛くバカを言ってもらいたいです。はじめですね、はじめです。これはもう両方言っていただきましょう、はい、お願いします。可愛いムンクの叫びからの可愛くバカ、おー、ね、すごいつなぎだね。そうですね、うん、まあやってくださいね。そうでしょ、時間ピンの、ね、あ、ちょっとでもやっぱお手本をやっぱオッケー、やってほしいんですけど、やっぱなんかやりたいみたいな言ったじゃないですか、あの女が。ちょっと見せてやって。やっ、別にこれコーナーじゃないから。でもじゃあ聞いてほしい。じゃあこれで私が、はい、
君のより可愛かったらちょっと考えてくださいね。ちょっと皆さんいいですか。それは絶対ないわ。絶対ないわ、本当に。じゃお願い、いきます。はい、何文句の叫びからのバカバカ、可愛くね、得意です、ありがとうございます。じゃあちゃんの可愛い文句の叫びからの可愛くバカです、どうぞ。ほーほーバカバカ終わりですか。バカ終わりですか。バカ、うん、終わりです、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあはい、
トークテーマはこのお題ブックスから引いて決まります。ちなみに、このお題は皆さんからも募集します。はちみつロケットの公式ツイッターにハッシュタグ88丼、ハッシュタグ○○な話とつけて投稿してください。お願いします。はい、アメミヤカノンの駆け込み山さんなら塚本さらのマジでおまじないと君の前からの無茶ぶりピンク、そしてミフベリも引き続きお題を募集しています。はい、アメミヤカノンはハッシュタグハッシュタグ88丼、ハッシュタグアマデラ、塚本さらはハッシュタグ88丼、ハッシュタグつかまち、君のマイカはハッシュタグ88丼、ハッシュタグチキピ、ミフちゃんはハッシュタグ88丼、ハッシュタグミフペディア、それぞれハッシュタグをつけて投稿してください。お待ちしています。お待ちしています。はい、それではまるまるの話のお題を引いてみましょう。ミフちゃん、はい、引いてください。はい、即興ソングは即興ソングだったんです。365日は女です。だから古いの時の時は男になっちゃう。本当に今気がついてちょっと面白い。面白いです。キミちゃん。なんかありますか？他にありますかね？最近面白かった。あ、でもなんか MV の撮影の時に、あの楽屋になんかあのチキナゲット、あの15個入りの、 あのナゲットがあの置いてあったんですけど、はい、2箱あったんですけど、はい、そのうちの1箱を君、のマイカが全部食べて、はい、でそれでしほちゃんがまだ撮影が終わってなくて、はい、で本当にナゲットが1個しか持ってなくて、はい、そう、その場にあのみんな撮影あの忙しいからね、あの路上でやってたんですけど、君だとみふちゃんだけ先に降りたんでね、お腹が。そうで、それで、この人、あの証拠隠滅したんですよ。全部なかったことにしたんですよ。なんていくうちになんかどんどんなくなってからどうしよう、あと3つじゃんって思って、これはなかったことにしようと思って、ごめん、なんか僕の方に。そうそうそう、ごめん、ごめん、ごめん、めっちゃ送りに食べ終わった後に全部さかのなかったことにして、あのハンバーガーとかも食べてました。あ、そうですね。なんか、あれが他に出てたね。なんで、ほら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 、ちょっとね、実は本当はハンバーガーも一つ隠滅したほうがいい。あれ、その、しほちゃんがいなかったのは、しほちゃんが天使のシーンを撮ってる。そうです、そうです。みんな、そんなしほちゃん、天使のシーンなんか見ずに、バゲット食べてました。そう、やっぱり食べ物の方が大事って感じ。興味ない、興味ない。花より団子。花より団子。花ってこと？花より団子。あ、うまい。花ではないな。花ではない。花山だからね、うんうん、花山の花を取っただけであって、別に花とは別に一言も言ってない。なんで？じゃあ続きましょうか。はい、じゃあ私、うん、いいよ。一緒の部屋に泊まるメンバーの話。おー、そうですね、遠征があるね。そうね、名古屋と大阪と、そう、でも今週末名古屋の遠征があるはい、ちょっとさ、あれじゃない、正直誰と一緒の部屋がいいかみたいな。あー、 あれでやってみる。メイツあ、メイツで、あ、じゃあ挙手制で行こう。そうですね。どういうこと？あ、誰々と一緒の部屋みたいなこと。え、どういうこと？え、同時にいいよ。じゃあ同時にいいよ。じゃあみんなで、せーの、せーの、オッケー。気になるでしょう。はい、気になるでしょう。気になるでしょう。いきますよ。いっせーの、せー、はい。はい、ペアできた。え、なんでメイツ、え、ま、誰、待って、誰だ？モリリン、ソラ、シオちゃん、モリリン、スカモト、私の思い出だ。はい、マイカのマイカのできたんで、ここできちゃうんだよ。実際、このメンバーに誰一人かのっちゃうの？え、じゃあ、ちょっと理由聞いてくっちゃうか。そうだね。え、じゃあ、私からいい？うん、いいよ。ソラと一緒がいい。え、てか、まあ、すごい、ソラと一緒にいると楽しいから、やっぱ全部、やっぱソラと一緒にいる。でも、私、モリリとも楽しそう。ごめん、しおちゃん。なんで私が振られたみたいだった今。あ、私マリリンで、私あのぶっちゃけちゃんと生活できない人なんですよ。そうなんです、本当に。あれでしょ、だってインスタントラーメンに水入れる人でしょ。そう、意味わかんない。そう、あのホテルに泊まると何かしらやらかしちゃうから、しっかりしてお世話係ね、大事だし。あ、お世話係ね。私はいつからみふちゃんのお
ラちゃんか。そらちゃんはしほちゃん。やっぱね、しほちゃんは安定の、うん、母じゃないけど。やっぱ29歳だから。やっぱりね、母人生経験やっぱ何回もやっぱ遊んでて、やっぱ楽だなって思ったので、しほちゃんがいいなって思いました。嬉しい。じゃあ、かのんちゃんは？私、この人。え、なんか、一番楽そう。なんかさ、他がちょっと圧が強いですから。絶対ここ多分、同じ部屋になっても喋らずと生活できる。普通の私生活。そう、私生活。ねえ、聞いて、私これマジで黒歴史なんだけど、私一回カノンちゃんと同じ部屋だったの、うん、でもなんかカノンちゃんが全然話してくれなくて、うん、私がなんか、なんかここのなんか扉なん押し入れ、うん、とか怖いねとか一人で話してんだけど、開けないで、マジで。めっちゃ冷たくて、もうしょうがないから私、やっぱ私カノンちゃんのと一緒のベッドじゃないと寝れないって言って、こうやってやったら、なんか無言なんですから。で、その後なんか固まれなくなって、そっと出たよね。私、カノンちゃんと一回あの部屋一緒になった時、お互い無言でずっと携帯中に本当無言なの、ちょっといたたまれなくなった。私、カノンちゃんと一緒だった時、お話ししたよ。なんかでもめっちゃ朝まで起きてるから早く寝てくれって思った。じゃあ、そんなの、しょうちゃんは私はモリリン。なんでなんかモリリンしっかりしてるじゃないですか。モリリン人気じゃない。モリリンしっかりしてるから、ちょっと安心できるかも。わかる。そう、黙るじゃん。私も無理なんです。沈黙が無理なんで。沈黙がちょっと寂しくなっちゃう人間なんです。しおちゃん、私もしおちゃんと迷った。迷った。しおちゃんがソロかで迷って、でもなんか、やっぱ同い年だから、やっぱおばさん。ねえ。おい、2歳以上変わんないから。2年しか変わんないから。ハリマン、嬉しいんだけど。なんか、私、ちょっと、一人が怖いんです。あ、そう、怖いコメント、怖いコメント、怖いコメント、怖いんです。だから、なんかそういうのかばわなくていいんだよ。怖いよね。誰が理由になっても一人じゃないよ、ハリマ。違うの、なんか沈黙も無理だし、なんかでもモリリンと一緒だと絶対うざいって言われて、なんか二人の空間で絶対気まずくなるから。なんかハリマってすごい一人で黙々とした時とか笑わせそうじゃないですか。でもすごい怖がりだから、あのお色とかね、一人で閉めて入れないんだよね。やばい、めっちゃ微妙。本当それ、ハリマに興味ない。ちなみに一人部屋がいい人とか、はい、あ、君ちゃん一人部屋がいい人。そこかよ。違う、だって誰も多分二人でいたとしても一人部屋って一人部屋だよ、多分。見えないよ、見えない。食べてるな。一体私隣に人間いないかも。私も嫌だ。楽しいよね。うん、人が好き。練習も誰と一緒の部屋になるか楽しみだね。楽しみです。楽しみです。じゃあ最後ね、なぜかこのこのコーナーを締めますか。そうですね。じゃあね、ちょっとこの丸丸の話結構楽しいので、はい、来週もやりたいと思います。以上、はい、八六の丸丸の話でした。イエーイ。はい、最後の締めはなぜかこの方のコーナーです。どうぞ。行け、おばさん、家よ、ジェネレーションキャンプ。ねえ、今週も始まりました、花山仕様の炭水化物ラーメン。何その世代って、その世代ってなんだよ。ねえ、まだおばあちゃんには行ってないですね。はい、さて今週のラインナップはですね、名古屋スペシャルということで、こちらの商品になっております。いきますよ。 A 味噌煮込みうどん。おー、うまい。 B 小倉トースト。あ、 C ひつまぶし。よー、味噌煮込みうどんがさ、味噌煮込み、え、味噌煮込みうどん、味噌煮込み、間違えてる感じ。うん、味噌煮込み、味噌煮込みうどんってなんだっけと思ってた。美味しいやつですよ、味噌の。でも名古屋って味噌が美味しいじゃないですか。だからそうですね。そう、このコーナーは私と気が合えば運勢が良くなるコーナーです。説明忘れました。皆さん決めましたか。はい。じゃあ A の方。はい。お、味噌煮込みね。はい。おー、多いですね。味がわかんないけど。わかんない。とりあえずうどんだからでしょ。知ってる。B は ？B の小倉トーストの人。はい。おー、ハリマ。これは怪しいぞ。怪しいぞ。怪しいぞ。じゃあ C のひつまぶしの人。はい。おー。わかりますね。ちょっとも手挙げるの多いですね。そうですか。じゃあ今週の2位を発表したいと思います。じゃーん。じゃーん。味噌煮込みうどん。安定かもなく不可もなく。そう、安定って大事だよ。安定。じゃあここで一応発表したいと思います。いきますよ。じゃらーん、じゃん、ひつまぶし。あっ、私の勝率調べたら誰か。すごいね。待って、ハリマの配率もね、や
っぱ食の趣味が合うって多分大事だと思う、ね、生きていく上で。ごめんね、ハリマ。生きていけない、生きていけない。じゃあね、でも大丈夫です、ごめんなさい。3位の小倉トースト選んでしまったあなた。はい、あなた。大丈夫です、とりあえず名古屋は名古屋に遊びに来てください。意味が分かんない。24日に名古屋に遊びに来てください。私と一緒に小倉トースト食べましょう。結局食べるんですね。食べるんだよ。だって私の目標まるまるしほちゃんだもん。わかる、まるまるしほちゃんになるくらい。ねえ、あれあれあれ、それくらいちょっと名古屋楽しみなんですよ。私そうですね、楽しみ。もう本当に、なんでこれね、選ぶの大変だったんですよ。3位とか言ってるけどたくさん食べたいです。ごめんなさい。手羽先とかも、そう、手羽先も、そう、たくさん楽しみですね。皆さん今週も楽しみましょう。イエーイ。以上、花山翔の炭水化物占いでした。すごい。はい、さてさて、何このまーめっちゃチーム、何回も暗かったね。はい、同じまで早いので8時になるということで、おお、それでは恒例の MC 当番と告知当番、はい、決めちゃったいと思います。なんかね、西田の人生はい、チャンスオーが決める。あ、チャンスオー決めちゃう。番号、じゃあ MC 当番は、 MC 当番は2番。告知は4。はい、適当。うん、4。今決めた。適当。で、2番見た方が MC ですね。はい、ね、で、4番が告知です。ほんと2番見た人が MC で、よいしょ、じゃんじゃんじゃん、いっせーのーせー、はい。お、2 MC MC 4番は、お、ね、なんで嫌な顔すんだよ。告知当番です。はい、自分の番号だからね。そうね、そうですね。ということで、はい、来週の MC 当番はしほちゃん、はい、そして告知当番はきみちゃんということで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは今週はここまでです。今週も見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。はい、来週もぜひご覧ください。3位、はい、その前に一つ、ハリマレイナからの重大なお知らせがあります。やめろ、ビッグなお知らせがあるからいきますよ。ね、違います。ですね、来週のももクロちゃん、ももクロちゃんに、アーリンだらけのモノマネグランプリがあるんですね。そこにハリマレイナとキミのマイクが出演させていただきます。イエーイ、ありがたいね。はい、ありがたいです。本当にジキピンクとアーリン推し、謎のハリマで、でも心からアーリン推してるんで。待って、アーリン推しな、モリリンもアーリン推しで、いや、愛が足りない、愛が足りない、私の方が愛が強い。一番強い、一番強い、してますから。そうですね、アーリンさんからありがたいお言葉をいただいてから、はい、アーリンさん一筋です。私もアーリンさん一筋です。はい、ということで皆さんぜひ来週のももクロちゃん見てください。はい、そして、そらちゃん、はい、おまじないのツイートが届いてます。おお、やばいぞ。はい、今、やばいぞ。本音が漏れました。やばいぞ。大丈夫か、大丈夫ならないですね。はい、黒猫さんからいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、遠征の行き帰りが楽しくて仕方なくなるおまじないを考えてくださいということのことですか。知ったよ、私も新幹線とかバスでですね、はい、そうだね、みんなでしゃべれ。よし、はい、私たち名古屋土曜日もリリースイベントで行くんで、もうすでにハイテンションなんです。さあ、それでは皆さん、これは遠征前に必ず唱えておくべき呪文でございます。はい、で、何でしたっけ、遠征の時に楽しくなる呪文ですね。わかりました。はい、行き帰りが楽しくなる呪文です。はい、わかりました。それではいきます、せーの、パラダイスパラガスアスパラガス、んー、ほうれん草。何だろう、緑色のもの全部あげてくれ。もう一回、もう一回、もう一回、みんなにじゃないよ、みんなに復唱しなきゃ。待って、いっせーのーせ、パラダイスパラガスアスパラガス、うん、ほうれん草。ほら、いいな、やばいね。思ったより良くない、今日緑攻めで行きました。いや、さすが。でもなんかさ、いつもなんかこれ出てくるよね、これ。全部これだよね、申し訳。じゃあね、ちょっとおまじないはまあもう終わりですからね。そろそろ、そろそろ、そろそろちょっと真剣に考えていきたいと思います。この先やるか、はい、真剣にちょっとこの後会議しますね。ありがとうございました。じゃあ最後にね、全員で締めましょう。かのちゃんお願いします。はい、はちみつロケットの8時まで、はい。
チロケマン。どうも、また来週。また来週。また来週。誰だと忘れたやつ。おいだよ。どうも。